は魔法、物理物理は魔法、物理は魔法、しかもこれ回復するやつ、強いやつ。よし、肉食って回復。もうちょっと、もうちょっとだ、肉食って回復。もうちょっとやれる。よし、すごく魔法消費してる。おお、すげえすげえ、飛んだよ。わし飛ぶことができるようになりました。はい、今日も来ました、この戦場。ってことで、わしじゃ、大魔法使いわしじゃということでやっていきたいと思いました。出る、はい、今回はですね、右上の方にちょこんと書かれてるんですけど、見ます？クエストがね、一応ありまして、なんか敵倒したりするとクエストクリアして、ここにいる人からなんかアイテムとかもらえたりするんですよね。で、それが多分大事だと思いますんで、とりあえずちょっとやっていきたいと思います。はい、まずは右上に書かれてる倒した野生のイノシシってことで、イノシシちょっと買ってきましょう。レッツゴー、おじいちゃん、ほらー、わー、ほらー、はい、殴り、物理、物理、物理は魔法、物理は魔法。はい帰ります。さあ、ということで、この人に報告したら、でんってことで、なんかお肉もらって、経験値がね、バーンともらえますんで、最初はこれが大事でしょうね。どんどんやっていきましょう。さあ、次もなんか終わったみたいだね。設置した焚き火ってことで、焚き火をどこかに設置しろってことですね。作っていきましょう。さあ、ということで、焚き火を作っていきましょう。間違えた間違えた。ね、確かこれだね。ちょっと木が足りないので、木をゲットしましょう。前回ね、この斧にエンチャントした、ちょっとイノシシ君がいるな、倒すか。あ、魔法、物理、物理物理は魔法、物理は魔法、しかもこれ回復するやつ、強いやつ。よし、おねんねしてる。さあ、ってことで、前回斧のエンチャントしたこれ、この魔法がね、すごい便利なんですよ。そう、もうね、斧で殴らなくても木が集められる、すごいでしょ。もう物理じゃなくていいんです、私は大魔法使いなのでね、こうやって木を集めます、楽だねまあ、サクッと集めていきましょう。さて、ことで、焚き火がね、多分作れますね。よし、作れるので、設置可能ぞ。あ、ここならいけるけど、なんかあんまり良くないな。なんか見やすいところ。もうちょっと見、もうちょっと見、あ、そこ行く、うん。あ、ここいいね。よし。さあ、ってことで、できました。焚き火。焚き火を使用する。あ、ちょっといっぱい作ろうかな。どれが、ちょっと見ますね。よし、これ作ろう。まあ、作っている間に、戻ってクエスト回収ですね。私が来た。さあ、クリア。エルクの生肉と塩ゲット。さあ、次は、あ、なんかクリアしちゃった。調理したエルク肉の塩焼き、了解です。作ってこいってことか。イノシシ最近焼いてよかったね。じゃあ戻ろう。さあ、ちょっと作れるか見てみましょう。あ、ちょうど作れますね。よかったよかった。じゃあこれをクラフト、ちょっと待ちます。さあ、できたみたいです。回収しましょうかね。お、エルク肉の塩焼き、すべてゲットで戻りましょう。待たせたな。さあ、クリア。
次は訓練終わった、城を出て森に進もう。あ、もうダメみたいですね。まあ、とりあえずこのチュートリアルをやると焚き火までの作り方が分かっちゃうってことだね。うん、ってことでこっからどうしようかなって話ですよね。ちょっとマップ見ましょう。前回ですね、ここに行ってやられたので、どうしようかな。これなんだろう、マナの泉天然。ちょっとここら辺、ここ行ってみるか、なんかあるかもしれない。ちょっと行ってみましょう。わー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 、よしよしよし、魔法魔法、物理は魔法、物理は魔法。おいらお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 ら、これだと回復し続けますからね。殴り続けられる。あ、壊れちゃった。ちょっと待って、逃がさんぞ逃がさんぞ、魔法がない。こうなったら斧で、待って、ここまで やったんだこれやったんだ、逃がすわけにはいかねえ。逃げられた。え、なんかいる。あ、カイ君また戦ってるよ、あの人。ほっとこう。ちょっとレベル上がったんで、マナかな。よし、で知恵の方、お、なんか指輪が作れるようになってるな。はいはいはい、こっち欲しいね。作れたらだけど、一回解除しておこう。 OK、 着きました。これで回復。わー、いいね、いい場所ですね。ちょっとここら辺拠点にしようか。とりあえずここに建てましょう、作業台を作れたら。どれだっけ、どっか多分平地じゃないとダメなんだろうな。どこかできないかな。あ、もしかして土台がないとダメっぽいんで、ここ第一拠点にしましょうか。よし、もう心の中に心の中に作ろう。よしよしよし、そんで作業台を、あ、いける、ほら、さあ作業台を使用。修理とかできないかな、これの。できないなできないですね。他なんか作れんのかな、今のところないな。これ何、プランターに設置すると肥料900追加する。プランターって何プランターって何、小麦粉。はあ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 、ま、とりあえず今何もできないですね。うん、まあ、ここ拠点としていろいろ作りましょう。さあ、ではちょっと木をつなげていきましょう。木をというか土台を。よしよしよし、そんで隣に火事場、火事場か、どっちがいいかな。ちょっと先に焚き火作ろうかな。うん、先に焚き火作りましょう。 OK、 で焚き火を使用する。
一回解除しないとね。解除して何か作れるものがあれば。おい、イノシシのソーセージ美味しそう。クラフトしておいて、ルーンクリスタルが足りないので取っていきましょう。さあとりあえずこれイノシシのソーセージをゲットで、どうしようかな。もう一回床を作って、でここに火事場、あととりあえず火事場しか作れないんで火事場をドンと。さあなんか作れるのかな。あ、インゴット1個作れるね。なんかいろいろあるけどまだまだね、あの知識が足りないので作れないんですよね。じゃあとりあえずこれよし、すぐできそうだな。終わり？できた。違う違う違う。オッケー。さてことで一応できたんですけど、さあどうしようかな。一旦じゃあ下のこの敵の拠点見に行きましょう。強かったら逃げる。さあ到着しました。敵38。あれでも2人しかいない説あるな。8と7なら全然いけそうですね。回復アイテムもありますので、よし襲いますか。今回はタックルでやっていこう。タックルいけるのかな。まあ、いいか。さあとりあえずあの左のやつを先にやりましょう。後ろから後ろから近づいてタックル、タックル。どうなのこれ、タックル間違えた。はい交換、絶対こっちの方がいい。絶対こっちの方が強い。よしよしよし、まず一人、まず一人。ここから動くな、そっから動くなよ。動くんかい。肉食って回復。もうちょっと、もうちょっとだ。肉食って回復。もうちょっとやれる。よし、ふう。わあわあわあ、わしの勝ちじゃ。よし解除しよう。いや、なんとか勝てた。さあオープンセサミー。お、シュクマの杖やった。初めての武器ゲット。ちょっと見ようかな。森の杖、あ違う違う違う、まあこれを装備して、トン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 、これか。で早速なんかやってみましょうか。あでも魔法はそんな変わんないね。そっか、そこはあんまりなんだ。この武器自体は体力が上がってクリティカル発生率が上がるだけですね。おー悲しみ。アルカナストーム、アルカナミサイルちょっとつけてみよう。エンチャント、すごい弱そうですけどね。まあヘイストでいいかな。さあこれ新武器ですね。でアルカナミサイル、あんま強くないと思うんですけどね。出すけどね。まあとりあえずここは制圧でございます。あそこなんだろう、ん？モノリス、なんかやばそうだな。
ちょっと一旦戻って回復したいと思います。さあちょっとですね、指輪が作れそうなので一回作ってみますね。まずここで鉄のインゴットもう一個作れば足りますので、さあこれで鉄のインゴットが3つになって、ほんでこの火事場のやつのこの指輪のやつでどっちかいいのかな、まあ、防御力単純に上げてアイテムで回復した方がいいんでこれだと思うんだよね。魔法のゴフ作っていきましょう。あ、結構かかるね。お、できたみたいですね。さあいただきましょう。魔法のゴフ早速装備、これだね。装備つけてる、おじいちゃんおじいちゃんつけてますこれ。さあてことでレベルが今9なんですけど、10になったらね結構いろんなもの作れますのでちょっと10にします。さあということでレベル10になりました。ちょっと見ていきましょう。まずはマナを増やす。さあここですね、知識がほらすごい上がったので、どうしようかな。まずは、あ、なんだこれ、青の胸当て、ほーほー、すごく強そうおじいちゃん、ブルーチームの胸当て、なんだそれ。いやーどうしようかな。解除2ポイントか。ちょっといろいろ見ましょう。まあ、胸当てでしょ、まあ、それかな、防御力がもっと上がるやつで、まあ斧とかいろいろ38か103、斧が普通に強そうだね。あーここもなんか作れる、体力の小瓶、これちょっと解除。ここでなんだ、蔵、テイムしたモンスターに乗れる。テイムなんてどうするんだろう。ほうき、お、ほうきが作れるらしい。飛べるの、ちょっと蔵はわからないからまあいいや。マナの小瓶も作っとこうか。クローベリーワイン、これも良さそうだな。パンも作れる。ソロモンの帽子、ちょっとこれやってみようか。さあ作れるのかどうかちょっとチェックしましょう。さあとりあえずなんとかほうきを作りたいんですけど、フェアリーダストとかいうものが必要らしくて、間違えた、これね、これが必要らしくてなんとかゲットしないといけないのですが、まあちょっとね、スプライトっていう敵が持ってるらしいので、そいつらを見つけて買ってきたいと思います。はい、行こう。これキラキラ言ってるんで、あ、いた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 、こいつこいつこいつ、スプライト、そう、こいつを倒せばもらえるんで、ミサイルミサイルで倒そう。殴り合い、魔法の殴り合い、ほらほらよしよし、ゲット。なんか種落とした。やっぱここら辺いますね、山の近くにいるみたい。あと音がでかいからすぐ分かりますね。さてことでなんとかね、フェアリー何やらパウダーだっけをゲットできましたので杖を作りましょう。
さてことで、ほうきが完成しましたので使えるのかな。あ、乗った。すごいすごい、魔法を消費している。すごく魔法を消費してる。おー、すげえすげえ。飛んだよ。わし、飛ぶことができるようになりました。降りれたりするのかな。ちょ、水の中だけど。ほう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 、よしよし、これでかなり移動が楽になったのかな。高いとことかすぐ登れるとかね。うん、いやー、ザ魔法使いしてますわ。なんかイノシシいるけど。まあいいや。さあ、ということで今回はほうきが作れたということでね、かなりでかい偉業だと思います。はい、じゃあイノシシ戦ってみるか。来るか。ハマってんな。ここでペットにしよう。うん、みんな今日からペットだ、イノシシくん。よろしくな。てことで、わしの冒険はまだまだ続く。また次回も見てくれると嬉しいな。お疲れ様です。